日本神奈川県川崎市宮前区、宮崎宮崎は神奈川県川崎市宮前区の町名。現行行政地名は宮崎1丁目から宮崎6丁目と大技宮崎。住居表示はいずれも未実施区域。郵便番号は216-0033。面積は1.274平方キロメートル。宮前区の北東端にあり、北東側で高津区に接する。 旧宮前村の中心部に位置するが、東急田園都市線開通前は交通の不便さから、のどかな濃厚地帯が残っていたという。東急田園都市線の開通後、急速に宅地化し、現在は一戸建て住宅やマンションの立ち並ぶ、住宅街となっている。マギヌで八神川に合流する、八神川の支流の小川を谷として、その両側の斜面及び、頂上の台地部分によって構成される。 そのため、他の宮前区内と同様に坂が非常に多い。主な坂としては、などがある。近年日本電気研究所のあった敷地が、宮崎桜の丘公園という名で、住宅地として再開発されている。面積は以下の通りである。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、宮崎一丁目12番34階の地点で30万8000円。 平方メートルとなっている。この地域には、旧来、宮崎の名は存在しなかった。宮崎の名ができたのは、1951年。カジガヤ、マギヌ、ドバシ、アリマの内軍用地として接収されていた地が、農地解放された際、新たな大技として成立した。この時、工事のように、宮崎小学校から、宮崎という名が付けられた。その後、 いくつかの町域が分離されるなどもあり、残りが宮崎及び、宮崎一町目から六町目となって、現在に至っている。また、軍用地に接収された時代は、住民はいなかったが、その前後は、のどかな農耕地帯であり、自然を多く残していたようである。劇的な変化が訪れたのは、1966年。東急田園都市線が開通し、東京のベッドタウンとして、 急速に都市化、人口が増加し、現在の住宅地が形成される。宮崎の名は旧宮前村に由来する。1889年に野川、マギヌ、土橋、梶じがや、ありの五村と溝の口村の飛び地が合併した。この時、新村の村名は村の中央に近い除体権現社の前にある宮の前地区に置かれたことから、宮前村と名付けられた。 その後1938年、川崎市に宮前村が吸収された際、宮前村の名は消滅した。また、この時に村にあった、尋常高等宮前小学校は、川崎市内にすでにあった、尋常川崎宮前小学校と名称が重なるため、川崎市宮崎神社高等小学校と名を改められた。2、川崎市宮崎国民学校。 1947年に川崎市立宮崎小学校と解消。1951年太平洋戦争中接種を受けたこの地域が農地開放時に新地域として成立する際に当地に宮前村があったことにちなみ宮崎小学校の名から宮崎という名が付けられた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。